はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。私ね、ほんまにこうこの動画チャンネルですね、ネタ元はですね、韓国や中国から拾ってくることが多いんですけど、いやーほんまにね、こういろんなことがあってですね、びっくりさせられることがいっぱいあって、だからこそこのチャンネルは成立してるのかもしれませんけどね。こんなことがあっておもろいねって、おもろいだけだったらいいんですけど、そこに人の不幸が伴ってる場合も結構多いんですけどね。特に中国はそれが多いですね。でも自然現象でもね、こんなこと絶対日本で起こらへんやんみたいなことがですね、よく起こってるんですよ。これなんかそうですよ。太陽が7つで出るんですって、中国では。日本では絶対1個しか出えへんですけどね、太陽っていうのは。これがね、中国では時々ね、2つになったり3つになったりして、2つや3つじゃ驚かへんね。そんなんなんか普通やね。7つ出たらびっくりすんだよみたいなですね。そういう現象が起こったそうでございます。ちょっと前ですね、8月の20日にですね、大紀元というですね、法輪功という宗教団体がですね、作っているサイトでございまして、中国のいろんなですね、現象を伝えてくれるんですけどもですね、中国の空で7つの太陽が出現、古書には王朝滅亡の強調、まあ吉兆の強ですね、こう災い、悪いことがあるという兆しと記載ということですね。大凶でございますね、これはね。おみくじ引いて大凶当たってたものですね。はい。引きましょう。中国四川省成都市。皆様おなじみの三国志ですね。五、義、蜀のこの蜀ですね。一番弱い蜀の国の首都であったとされる四川省成都でございますね。皆様おなじみの諸葛孔明がですね、ここからですね、義に対して正当に向かうというですね、シーンがありますね。三国志の最後頃に、あの町でございます。あの頃の面影は何もないと言われてますけどね。四川省成都市で18日、空に太陽が同時に7つも並ぶ奇妙な現象が観測された。撮影者によるとこの現象は約1分後には消えたという。太陽がない、中国では7つあるね。やっぱりね、いや、あの国はちゃうねん。すごいねん。7つあるねん。ほんまに7つあったら暑て死ぬわ、ほんまに。と思うんですけど。まあね、空に太陽が同時にたくさん現れる現象は、俗に現実、幻の日と書きますね。現実と呼ばれており、自然現象の一種とされる。いや、自然現象ちゃうて。ほんまに。ただ人間の目にそう見えてるだけでしょ。太陽が二つも三つもあったらえらいことやん、そんな。ほんまに。七つあったらどうなやってん、ほんまに。まあでも中国人にとっては、ああ、今日は七つある、みたいな。いや、そういう国に住んでみたいわ。一瞬ね、一瞬。一生住むのは嫌やけど。7つある時に呼んでくれたら見に行くのに、行きまーすって。分かってたらね。いや、分かってたら見に行きますよ、ほんまに。自然現象の一種とされるが、中国東大ですね。東大と言いますと、日本ではですね、平安時代ですね。奈良時代から平安時代にあたる頃でございまして、東大の有名な預言者、李順風は王朝滅亡を告げる強調だと予言している。今の中国の王朝はですね、私は共産朝と呼んでいます。唐の時代はですね、李朝、李さんという方が作っていましたね。でその李の朝の後はですね、明朝、黄さんというこの王朝でした。で朝鮮朝というのはですね、1949年から始まっているんですけども、世襲制ではないんですね。共産党という組織の中のトップがですね、継いでいくというやり方でございます。今は何代目にカウントしたらいいんでしょうね。6代目か7代目、7代目か8代目ぐらいですかね。のトップが今のですね、習近平ですね、が、まあ、皇帝みたいなもんです、共産庁の。この共産王朝がですね、
滅亡するをつけているのはこの7つの太陽らしいですよ。ほんまかみたいな話ですけど、四川省追寧市でも先月26日3つの太陽が観測されており、昨年11月28日には内モンゴル、2022年には四川省や北京などでも現実が目撃されている。中国では近年、現実や赤い空といった中国の古書では王朝滅亡の予兆とされる珍しい現象が相次いで観測されていることから、ネット上では近い将来何か不吉なことが起こるのではと不安の声が広がっている。不吉なこと、不吉、いや、それは中国人にとってはですね、吉兆かもしれませんよ。いいことが起こるということかもしれませんよ。まあ共産党の支配がね、終わるでしょうけども、終わった後の中国人たちが果たして共産党の時代より幸せになれるかったら、それは何とも言えませんね。僕はもう共産党は終わると思ってますけどもですね、彼に終わった後はですね、長らくですね、無政府状態が続くんちゃうのか、あるいは地方地方でですね、軍閥政治みたいなことが行われるんちゃうんかなというような気しますけどね。それがですね、中国で暮らす人々にとってのいいことなのか悪いことなのかっていうのは何となくよう分かりません。とりあえずあの国でですね、選挙をやって民主的な政治が行われるかというと、そんなことはありえないと思います。中国人のあの、なんて言いますかね、あの価値観や生き方やからするとですね、民主主義はうまくこう馴染まないのではないかなという気はしますね。なんでですね、最大限うまくいって韓国みたいなのになるでしょうね。最大限うまくいったあれです、最悪は何でしょうね、最悪はクーデターばっかりやってるような国になる、あるいはですね、混乱が収まらない、いつもいつも清掃をやってる国、とか、まあ、一つでまとまってるとは思えないんですよね。チベットやウイグルはみんな独立するでしょうしね、独立の動きするでしょうしですね、内モンゴルも独立の動きするでしょうし、そうすると民族紛争みたいになるわけですね。民族紛争はどうなるかというと、ユーゴスラビアみたいになるわけです。もう本当にもう、こう、激烈な殺し合いをやるわけですね。そうならないとも限りません。あの国は今ですね、倒れてしまうと。まあ、それを予言しているのが、このですね、いくつもの太陽かもしれませんね。まあ、まあまあ、まあ、ただのね、現実って書いてある通り、ただの人間の目にそう見えただけだと私は思いますけどもですね、中国人にとってはいよいよ共産党の終わりかなという感じがしてるんではないかなと、そんな感じですね。はい、一応ですね、動画ありって書いてあるんですね、これね、別に見ようと思いませんけども、大紀元のこのページを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。